はい。こんにちは。あたしはーです。いよいよ、えー、やっとこさ、日程を発表してくれましたね。外の子供が騒がしい。ドコモさん、最新機種の発表会をですね、11月の5日、えー、午前11時からと、いうことがアナウンスされました。 ええー、まあ、もう他社はね、キャリアはもう楽天でさえ、とりあえず 5G の発表会の時にビッグ、そしてハンドも発表したぐらいなんですが、他社は他の2キャリアはね、あのー、とっくに発表済みというところでした。うーん。どうなんですかね、あのー、発表、 一回必要 <laughs> なんかもうリリースで打っちゃえばよかったのになぁなんていうのを思わなくもないんですけど、うん、すごいなぁ。俺子供の時あんなに騒いでたかなぁ。<laughs> あんな騒いでたかなあれなんですけど。うん、まあ今年はね、そのドコモは、 実際問題はその NTT のそのまあ子会社化っていうところもね、その直前で行われたりっていうのもありましたから、ここまでそういう影響もあって伸びたのかななんていうのが予想されますけども、なんかその、ドコモのロゴとは別に NTT のロゴはどこに入れるんだとか <laughs>、もしかしたらね、それはまあ製品もそうですし、あのパンフレットとか、 ホームページとかもそうだし、なんかどうするんだとか、なんか、えー、登壇者は誰にするんだとか、なんかそんなようなこともいろいろあったのかなわからないけどね。うん、わかんないけど、なんかそういうところの整理とかもいろいろあったのかななんていうふうには想像してしまいますけども。えー、今年、とりあえず、他社で発表されているもの、 と、まあ、すでになんとなく他のですね、えっと、サービス関係でこういうものが発表されるっていうの分かってきているところといえばですよ。まずは、ま、あ iPhone はね、もうすでに、えー、取り扱いはもう決まっていますし、またそうね、サムスンギャラクシーの一番ち、ま、あ廉価モデル A21 とか、そこら辺はま、あ確か発表されてましたし、 あとはそうね、A51、これ KDDI でも取り扱われるものですが、その、まあ、動画サービスの方での対応機種ということで確か出てたというところに記憶があります。あれ、AU? うん、まあ、なんかどこも、どこも、うん、確かあったような気がしますけど。んで、そうね、こっからするとノート20ウルトラはやってくるのかな っていうところと、そうなってくると、Z f o l d 2ってどうなのよと。ね、KDDI <laughs> 独占 <laughs> やめてほしいけども、ちょっとそこら辺は、かなっていうところですかね。あとはそうだね、Xperia 5M2 a r k なんかも当然採用するでしょうというところもあるのと、あとはアクオス関係ですかね。アクオス R5G かな。 ここら辺は手堅いでしょう。あとはその、レンカモデルの、あの、ものどもが、ね、いくつもパンパンパンと発表をね、アクオスは発表して、KDDI でも取り扱いっていうのはね、同時に発表されてましたが、これがドコモの方では何を選択して持ってくるのかっていうところかな。あとは今年、まあ久しぶりにあの、フラグシップを展開しましたけども、アローズシリーズで、 これが後継機とか何かがあるのかうーん。ちょっと情報があんま入ってきてないですけどね。富士通に関してはね。入ってくるのかどうかというところと、あとは LG ですか。えっと、まあ結構 LG っていうところで言うと、ドコモは、まあ、ミドル帯もしくは廉価モデルの、えー、まあロースペックなものを、ね、採用してきたりもする過去がありましたが、 今回はどうするのか。海外ではね、LG ウィングなんて結構面白いものが出てきてますし、まあその、前回はあのこの2画面のね、2画面に、ね、使える LG のフラグシップなんかも採用した経緯がありますから、個人的にはウィングなんかは採用してもらいたいなっていうふうに思ったりはしますけども、どうなることやらっていう感じですかね。 まあ個人的には、やっぱりその楽天が、まあ、一応楽天自身は他にも 5G のスマートフォンは、あの、開発中、準備中だという話はもちろんしてましたけども、自分たちの発表会の中で、楽天ブランド、自社機種のものしか発表しなかったっていうのがありますよね。楽天ビッグと楽天ハンド。で、まあ過去もすでに発表していた楽天ミニ。 すごくわかりやすいのもあったりしたんで、そこでやっぱちょっと思ったりしたのが、今更なんかサムスンのこれを取り扱いますとか、まあ、それこそ iPhone ももちろんそうですし、エ x p e r i a 5 Mark II 取り扱いますとかっていうのも、このご時世必要なのかなーなんていうのをちょっと思ったりはするんです。ちょっと疑問に思う。うーん。 ロゴを入れてさ、自分たちのプリンアプリを搭載してさ、さもじ、自分たちの製品ですみたいな感じで発表するじゃないですか。これ取り扱いますって。なんかもう、そういう時代じゃないのかなっていうのは、ちょっと思うところですかね。なんか楽天、ああそうね、楽天も楽天でまだね、その、例えば、ギャラクシーとかアクオスとかっていうのが、 まあホームページには並んでたりするんですけども、な、ま、ん、あ、も基本 SIM フリーでやっぱもう売って、で自分たちの SIM、回線契約してる SIM にはこれが対応してますよっていうふうに並べておくっていうね。でそのメーカーのなんか例えばオンラインショップへの動線が貼られてるとかそういうのでもう良くないっていうふうに、 やっぱ思いますかね。まあ、もしくはやっぱ自社ブランドとして出してるんだったら、例えばその D タブとかね、あのー、そういったものはあってもいいのかなっていうのは、QR タブとかね、ありましたけども、そういうのはあってもいいのかなっていうふうには思ったりはするんですけども、QR タブは KDDI か。うん、まあ、もちろんそういうのも突き詰めたら、まあ、どこどこのメーカー製ですとかってあるかもしれないけども、 まあ、とりあえず他の他社では使わない。もう自分たちの製品ですっていうものとしてやるもの以外は、なんかやんなくても良くないっていうふうに個人的には思う。最近ちょっと強く思ってきたところでありますね。まあ昔からそういうこともね、いろいろ言われてましたけども、特に思ってるっていう感じがします。はい。ということで、えっと、11月の5日の11時から、 ということですので、まあ何事もなければ、ちょっとあの俺のね、プライベートなところとか他の、えー、まあ動画関係のものとかでね、依頼とかそういったものも含めて何もなければ生放送しながらやろうかななんていうのはちょっと思ってたりしますけども、う どうかなまあ、特別なんか盛り上がることはないと思いますし、まあ、個人的にやっぱ気になるのは 5G のエリアがどれぐらい広がったのかっていうその進捗状況ですかね。あとはま、当然ながら 5G 契約がどれぐらいかっていうのは、それによって、ま、ドコモ自身は順調だとかいろいろ言うかもしれませんけども、そこら辺もちょっと見てみたいなっていうふうに思う。あの、端末のラインナップよりも、 そっちの方が気になるかな。今後のなんか我々がこの 5G を使っていくところで、あ、これはちょっとドコモの 5G に契約して使ってみたいねって思うようなサービスが本当だったら出てきてほしいなっていうふうには思うんでね。まあもちろんこれは別にドコモだけじゃないですよ。ソフトバンクだったり、KDDA だったり、楽天だったりとか。もしくはなんか普通に MVNO も含めて 5G の えー、通信が使えるデバイスであれば、ここにアクセスして楽しめますみたいな、サードパーティー製のサービスももちろんそうなんですが、そういったものが改めて出てくると、いいなっていうふうには思ったりしますね。なんか、メディアがさ、えー、ドコモの 5G だったらこれぐらいの速度でしたとか、ソフトバンクだったらこれ、えー、au だったらこれぐらいの速度です。 楽天は全然つながりませんみたいな。そんななんか通信速度のレポートなんてもう見飽きたでしょ。<laughs> もうどうでもいいんだけどみたいなうん。そういう感じがするので、ぜひね、その、IT メディアですよ。そのガジェット系のメディアとかでも、そういうものが取り扱えるようにサービスの発表もしてくれると嬉しいなというふうに、 思います。はい。えー、当日、一体どんな、えー、製品サービスま、製品はま、あれなんだけど、サービス発表されるか。ね。えー、一応期待して、待ちたいかなというふうに思います。ということで、また見てな。バイバイ。